カラス森、または新京南地は、かつて、東京都港区新橋に存在した花町。カラス森神社この付近に、花町が存在した。カラス森は、元は、コンパル神道にある新橋から発出し、1869年12月、スキア町から発生した大火で、花町が焼かれ、ゲーギ、沖屋が、汐止川向かいのカラス森に逃れた。 レンガ街が完成し大半のものが戻ったが一部の芸儀、沖屋がカラス森神社周辺に残り、ここに花町が形成された。1887年、カラス森、新橋合わせて30軒で一流のお茶屋がカラス森に集中していた。誕生当初は新橋と共に歩んでいたが、花町の一等で1921年、分離し、1922年、 芸儀置屋111件、芸儀294名、奉還9名、料理屋11件、待合95件であった。1944年、戦争により閉鎖。翌1945年、東京大空襲により、カラス森神社一帯は消失したが戦後復興し、1950年には、料亭47件、芸儀80名であったが1950年代後半、 両邸が転廃業し、1967年頃、唐栖森花町は終焉を迎えた。現在、唐栖森神社含む新橋駅西口は飲食店街として活気を示している。ありがとうございます。